今すぐセブン行って。はい、こんにちは。今日なんですけれども、セブンイレブンで見つけたダイエット減量中にめちゃくちゃおすすめのスイーツを紹介したいと思います。 D さん絶賛減量中でございます。はい、今ね、まあ自分はダイエット減量中のもう結構もうゆるゆるじゃなくて結構ハード期に入っているんですけれども、俺はやっぱり甘党なんですよ。甘いもんすごい好きなんですけれども、まあなんかけど甘いもん食べたいとずっと思ってまして、でセブンイレブンで見つけたこのスイーツに出会ってから、まあスイーツっていうのかな、まあスイーツだな、スイーツに出会ってからマジで毎日食べてます。はい、でこれがまあ美味しいんですよ。今日はね、これをちょっと動画でシェアしたいと思います。セブンイレブンの寒天ゼリーでございます。味が右から白桃、みかん、ぶどうとなっております。はい、これね、本当に優秀。うん、で、毎日マジで食べてます。はい、で、僕はこの白桃味、ぶどう味、みかん味、この3種類の中でみかん味ばっかり毎日食べてます。こちらドン、これが俺のお気に入りです。はい、で、ぶどうと白桃も食べたことがあるんですけども、まあまあ美味しいです。美味しいんですけれども、僕の中での一番はもうこちら、圧倒的にこのみかん味でございます。これね、クソックしてます。はい、ほらこれさ、こうしてさ、こうやってやるとさ、ほら大道芸人のこれあるんですよ。まず気になるカロリーがこんな感じ。まあ、100g あたりエネルギー 0kcal で、タンパク質 0g、 脂質 0g、 炭水化物 0.8 と、はい、まあいう風な感じになっておりまして、めちゃくちゃやっぱり成分は優秀です。どんなダイエット中でも食べれるゼリーとなっております。まあ寒天なんですよね。うん、でこれね、結構知ってる人いると思うから、もうああこれねみたいな、いや知ってるからみたいな感じで思う人いると思うんですけども、これ以外にもちょっとおすすめ、もう一個だけ、多分これ知ってる人たくさんいるわと思って、これ以外にも D さんね、おすすめちょっと後で紹介するから、それちょっと待って、それちょっと待って、ではい、でこれ、うん、マジ美味しいです。濃縮混合果実オレンジ温州みかん、ちゃんと入ってるんですよね。で、まあ甘味料が、まあ人工甘味料がしっかりあのバチッと入ってまして、まあ化学の結晶となっておりますけれども、本当におすすめです。はい、250g なんですよ。だから結構まあまあボリュームあるんですけれども、つるっといけます。すぐいく。だから俺これもう一口でいけない、嘘ついた。これね、一食で全部食べちゃいます。はいはい、で開けるとまあこんな感じで、もうプルンプルン、だから寒天っぽいよね、どっちかというと。すごく寒天っぽいプルンプルンの感じでございます。こんな感じでテカテカしておりますけれども、もうね、美味しいのよこれ。いただきます。あー、うまい、うまいね。うん、で人工甘味料系のやっぱりカロリーオフ系のスイーツとかっていうのは、俺は当たり外れがあると思ってるんですけども、これは当たり、ただ人工甘味料感はうっすらあります。うん、だけれども美味しい、食べれる、今まで食べた中のカロリーゼロゼリーの中で一番美味しいと思う俺。やっぱり寒天だからこうさっぱりしているので、すごく食べやすい。でこれね、冷凍するとね、それもそれで美味しいんですよ、シャーベットみたいになって。うん、もうね止まらない、これずっと食べ続けられるのも。うん、はい、だからちょっと動画撮りながらもう半分ぐらい食べちゃいましたけども、これを食べれれば欲は満たされると思う。甘いものが食べたいとか、これ食べれると結構満たされると思うので、おすすめです。すごく満足度高いです。はい、まあ、これ知ってるよという方たくさんいると思うので、はい、たくさんいると思うので、これ以外にじゃあ僕がおすすめなもの紹介したいと思います。ズドン、こちらファミリーマートで売っているライフフーズのベリーミックスでございます。でこれは何かというと、まあ、冷凍の、ミックスベリーなんですけれども、これをね、前動画であのチーズの時にやりたかったんですけども、売ってなかったんですよ。いつものファミマに売ってなくて、あの最近よく置いてるので、これちょっと動画でやりたいなと思って、はい、こちら紹介します。これね、めちゃくちゃおすすめ。これはケトジェニックダイエット中はもちろん食べれません。糖質制限とかをしてる人はちょっときついかもしれないんですけれども、脂質の制限とか、あとアンダーカロリー系のダイエットしてる人はこれめちゃくちゃおすすめです。で今こういう冷凍フルーツってたくさん出ていると思うんですよ。でセブンイレブンも冷凍のミックスベリー売ってるんですけども、俺はねこれが一番好き。このファミマで売っているこのベリーミックスが一番美味しい。これも気になる成分はこんな感じ。はい、 100g あたりで紹介するとエネルギー 40kcal、 タンパク質 0.8、 脂質 0.1 の炭水化物 10.2、
で糖質 7.6 の食物繊維 2.6 というふうな感じになってます。でこれ1袋で 150g 入ってるんです。っていうことはこれ1袋で 60kcal しかないんですよ。超優秀っていうことなので、これすごくおすすめ。本当にね、美味しい。もうこういうふうな感じでベリーがたくさん入ってるんですよ。もう酸味もあるし甘みもあるし、で冷たいしシャーベットみたいな感じだし、すごく美味しいです。うまい。うん。しかもね、これ食べ出すともう止まんない。だから一袋いっちゃう。俺は結構これをヨーグルトにかけて食べる人とか結構多いと思うんですけれども、俺ね、ヨーグルトはベリーとか乗せたくない派なんですよ。プレーンだけで食べたい男なので、ベリーとか乗せたりして食べるってことはないんですけれども、カッテージチーズなのに乗せて食べるのにはおすすめです。はい。これね、俺はどうしてるかっていうと、これ朝にこれ食べてる。こうやってそのままこうやってスプーンで、もうほんとこのまま食べてる。こうやってこのシャキシャキ食感のこのベリーが本当に美味しい。あー、うめえ。はい、ということで今日なんですけれども、まあ減量ダイエット中におすすめのまあスイーツ、まあフルーツ系のものをですね、紹介しました。セブンのこの寒天ゼリーとこのファミマこういうミックスベリー、本当におすすめなので、ダイエットとか減量とかでまあ頑張っている人、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、それでは。Give up.